はい、遺伝研の森です。僕自身はその微生物、バクテリアのゲノム解析だったり、メタゲノム解析の情報解析を主にやっていますけれども、今日の話は、微生物の生息環境のアノテーションと、あと、ついでに1枚ぐらい一個放置のメタゲノム研究の話を少しします。で、僕ら、まあ、ここにも感染研究者の人、非常にたくさんおられますけど、microbe.jp というのを2011年から、代表は遺伝研の黒川先生で、まあ、こう作っています。で、ここでは何をやっているかというと、既存の微生物のゲノム情報に遺伝子だったり、系統だったり、環境など、様々なデータというのを結びつけています。で、統合化していっています。で、中身はセマンティックウェブのデータベースになっています。で、やりたいこととしては、遺伝子と系統のリンクとか、遺伝子と表現型のリンクとか、遺伝子と環境のリンク、系統と環境のリンクみたいに、もう既存のデータベース中にはあんまりリンクがなかったようなもの、まあ、この辺はもうすでにあったりするんですけども、特に環境についてはあんまりリンクが既存のデータベースにはなかったりするので、それをマイクロブ DB の活動としてリンクをつけていって、ね、そこから微生物に関する新たな知見を得られるデータベースを目指すということでやってたりしています。その一環として環境については特に力を入れていて、微生物の生息環境についてのオントロジー、メオというものを作っていたりします。で、生物の生息環境についてはそもそもエンバイロメントオントロジーというのがもうこれは世界標準になっていて、INSDC にバイオサンプルとかで環境情報を記述する場合もこのエンブを使うことが必須になっていますけれども、メオというのはその中でも特に微生物に特化したようなものになっています。エンバイロメントオントロジー、やっぱりその中で、例えば人間のお腹の中っていうのは、微生物にとっては環境ですけど、我々にとっては臓器なので、全然別物なので、エンバイロメントオントロジーとかではそういうところっていうのはあんま把握できてませんけど、MO だとそこら辺を入れてたりすると。で、主語が何によるかによって、環境っていうのは変わってきますので、まあ、その辺がちょっと、塩分じゃ足りない部分とかを MO に入れてますが、基本的にはエンバイロメントオントロジーの語彙のかなり使わせてもらっています。で、大体今2400クラスぐらいになっています。で、これらのメオというようなオントロジーを実際のバイオサンプルに、特にメタゲノムデータとか微生物のゲノムデータのバイオサンプルのデータに結びつけようとした場合に問題になってくるのが、INSCC のそのバイオサンプルで公開されたようなマイクロバイオムのサンプルの数っていうのは、2011年とか12年ぐらいの時に10万サンプルぐらいだったんですけれども、これ概算ですけど、あくまで完全に正確なものではないかもしれないですけれども、2019年の9月とかの段階だともう160万サンプル、今170とか180万サンプルぐらいになってきています。ものすごい勢いで増えていっているので、まあ、これをもうマニュアルでメオとかをつけようとしても、ちょっと無理だと。でも自動化するしかないということで、まあ、そこにおられる岡部さんも非常に力を借りて、このメオの自動アサインというようなワークフローを作りました。で、まあ、細かくは説明しないですけど、これ何をやっているかというと、基本戦略として、もうマイナーなものというのは、もう百数十万サンプルあるうちの数サンプルとかしかないようなアノテーションに関しては諦めて、ある程度数の多いようなアノテーションに対して、それをオントロジーをマッピングするということをやっていっています。で、特に、この、沖さんたちもやられてますけど、アトリビュートネームに、属性情報に関しては、もうどれに注目するのかっていうのも、最初に絞り込みをしています。これをしないと、属性情報だけで、いろんなユーザーが定義したような属性情報が大量にあったりして、それらも全てやろうとするとちょっと大変なので、その中でも特に環境情報が書かれていそうなものっていうのに限定して、アサインをしていっています。で、オントロジーのラベルとか、メオでもオントロジーのラベルだったり、シノニムとか定義していっていますので、まあ、そこの情報を見つつ、そこの情報とマッチするようなデータってのはどれがあるかっていうのを見ていったりします。あとは not とか with out とかっていうような否定語が入ってたりしますので、まあ、それらに対しては、ここ、超厳密にやってるわけではないんですけども、否定語に対してもある程度対策はしています。あとは、その、大文字小文字だったり、複数形だったりとかのステミング、自然言語処理の基本的な部分ですけども、これ、英語なので割とやりやすいですけど、日本語だと結構厄介ですけども、データがもともと英語なので、ステミングとかもやってたりします。あとは例外ワード。これはもうマニュアルでやるしかないようなもので、メオでは環境タームとかなってるようなものでも、実際バイオサンプルに書かれているものだと環境タームじゃないようなものとかも結構あったりします。そういうものをどんどん、これはもうマニュアルでも一個ずつこの対応関係は違いますよってことをリスト化していって、それらを参照して、そうだった場合にはアサインしないってことをしてたりします。
やっぱオントロジーなので、タームも例えば、そうですね、ソイルの下にホットスプリングソイルっていうような概念構造になってたりするので、その場合、ソイルとホットスプリングソイル、両方ともアサインするんじゃなくて、ホットスプリングソイルのところだけ、より詳細な概念の方だけアサインしてたりしています。こういう基本的なやり方がありますけど、実際のフローとしてはもう結構複雑なフローになっています。で、これを、まあ、MEO API という形で一部がもうすでに公開されておりますけども、今テスト運用ですけども、今6割のゲノムとか9割のメタゲノムのバイオサンプルに MEO がアサインする、自動でアサインすることができましたと。ざっと見た感じ、割といい感じです。で、ただ、まあ、できてない部分っていうのは、定義した MEO はもうリストになってるんですけど、その中でまだ足りないような環境概念とかがあった場合に、それがこういうのが不足してますよっていうことはピックアップはできていないです。こういう自動化でやるとそういうのがピックアップはできていないので、まあ、そこは今後の課題なんですけど、そういうことができています。なので、バイオサンプルに非常に苦しめられて、これを作るのに3年に、あ1年2ヶ月ぐらいかかったわけですけれども、これさらっと2枚ぐらいで説明してしまいましたけど、実際これ1年2ヶ月の地獄のようなこのイテレーションがあるわけですね。このこうずわっとやって、これもこういうのも、例えばタクソノミー ID だったらメタゲノムのところにも、タクソノミー ID にも割とヒューマンガットメタゲノムとかあったりするのとか、パッケージネームにもヒューマンガットとか書いてあったりするので、そういうものを使ってメオとかもアサインしてたりしています。その成果としてこういうのができましたと。で、まあ、ここまではまだバイオサンプルに非常に苦しめられましたということなんですけども、もう一個のもう完全に別のアプローチもやっていて、それはもうメタデータ信じないと、バイオサンプル信じないというやり方です。で、これは、もうなんかバイオサンプル全否定な感じであれなんですけども、すいません。こっちは何かっていうと、多分これバイオの一部の業界だけでしかできないようなことだと思います。それはメタゲノムのデータだったり、あとシングルセル RNA-seq のデータとか、そういうのだけでできるようなやり方かなと思うんですけども、配列データで判断すると。バイオサンプル必ず DRA だったり、あとは、個別のゲノムデータとかに、配列データに必ず紐づいていますので、そこからその配列データを使って、元の知りたいようなメタデータっていうのは、がどういうのかっていうのを推定するようなやり方です。で、やってることとしては、これ、マイクロ D バージョン2のデータなので、最新のものではないんですけれども、まあ、数万サンプルのメタゲノムとかアンプリコンシーケンシングのデータがあるので、そこからサンプルごとに系統組成を求め、バクテリアの系統組成を求めます。で、基本となっている概念としては、微生物、そこら中にいますけれども、それらっていうのは、その環境を反映して、微生物の群衆組成が決まっていると。で、腸内環境と土壌っていうのは、そもそも群衆組成が違いますけど、それは環境が違うからそうなっているんだっていうのが前提になっていて、じゃあその系統組成が違っている、その系統組成をもとに環境を判断で、推定できるんじゃないかと考えています。それでもう系統組成を全部同じパイプラインで3万サンプルを求めてあげて、これ1個ずつバイオサンプルの ID ついてますけども、で系統組成のマトリックスを作ると。もう1個バイオ、一応これは人間の後でバリデーションするとき用に、バイオサンプルからメタデータ、で、まあ、ワードカウント、ソイルとかいろいろ文章で書かれているものっていうのをワードをクラウドの上等にしてあげて、で、そのワード組成っていうのもデータにしています。でそれら両方ともマトリックスデータなので、そのマトリックスデータを使って、各サンプルっていうのが、いくつかの環境要素の集合体、まあ、いくつかの分布の集合体だと考えて、それらのがどういう集合組成になっているのかっていうのを、自然言語処理でよくやっているトピックモデルっていうやり方がありますけれども、それと同じやり方、あと自然、集団遺伝学の方でアダミクシャーモデルって言われているものがありますけれども、それと同じようなやり方でやって、はい、推定しています。詳細はあまり話しませんけれども、そうすると大体80ぐらいの環境要素っていうのが出てきたりして、大抵1個の環境っていうのは土壌だけってことはなくて、土壌に森林とか木とか混ざってたり、海とかウォーターとかマリンとかサリンとかいろんな情報が混ざってたりして、ガットだったりヒューメイとかスツールとかいっぱい混ざってたりしますけど、環境要素が出てきてきていて、その環境要素に対応するような系統組成っていうのも出てきたりします。もうこれ80個ぐらいの、なので3万サンプルぐらいが80個ぐらいの環境要素にクラスタリングができて、そのクラスタ結果、クラスタリング結果っていうのを TSN によくシングルセル RNA-seq のデータとかの二次元に圧縮するような場合に使われたりするような手法ですけども、詳しくは
小野さんが昨日アップロードしてくれました先進言語支援の地域社講習会の大変量解析の4時間ぐらいの講義が、まあ、これを作ってくれた東君って方がやってますので、そこに詳しく書いてありますけども、でこういうことをやって2次元80トピックなので80次元のデータですけども、で各サンプルっていうのがその80個の環境要素がどういう混ざり方になってるかっていうのを2次元のマトリックスにこう落とし込んであげると、こういうツールができましたということですけども、結局僕らはその80次元とかの環境要素が混ざっててもそれを人間が認識することは難しいので、それを2次元に落とし込んであげてこういうマップにしてあげると、で1個ずつの点っていうのが1個ずつのサンプルを表していますけども、それらがまあどういう環境要素の混ざり物でできているのかと、オントロジーでアノテーションするような場合っていうのは必ず例えば土壌のサンプルですとかソイルってつけたり、単一のとか複数のオントロジーターンをつけたりしますけども、このやり方だとこれは土壌 40% 人腸内 30% っていうのは混ざりも複数の環境の混ざりものデータとして、まあ、ここ上でマップされてたりします。なのでこれはもうこのソイルとかフォレストとかっていうタームが出てきてますけど、これはあくまで人間の解釈のために使っているのであって、この分布を推定する上では全く使ってなくて、配列のが、まあ、配列類性から出てきた系統組成のデータだけを使ってこういうクラスタリングをしています。こうしてあげると、まあ、メタデータが書いてなくてもとりあえず配列があればなんとかそのサンプルっていうのは人腸内由来っぽいか、それとも土壌ぐらい土壌付近の由来なのかっていうのは系統組成のデータなので、配列データだけあればなんとかなるっていうようなことになっています。ただ解像度はそんなに高くないです。せいぜい環境情報というのは80ぐらいの環境情報にしかならなくて、実際に名簿だったりすると2400ぐらいの環境情報があるわけですけども、そのうちの80ぐらいしか反映できてないので荒いんですけども、まあ多少はメタデータが全く信用できない状態でもなんとかなるかなと考えています。なので今後、まあ、例えば160万サンプルとか今あの計算実行してますけども、これ3万サンプルでこういう80環境ぐらいになったので、じゃあこれが160万サンプルとか200万サンプルかになった場合にどれぐらい環境要素が増えてくるのかなとはちょっと今試しているところです。たとえバイオサンプルのメタデータがもうむちゃくちゃになっていたとしても、で今後も収集つかなくなっている状況でも、この配列データの方がきっちりしていてくれればなんとかなるかもしれないとも考えてはいます。で最後でバイオサンプルで全てが片付けばいいんですけど、ヒトコホートのメタゲノムとかヒトの関連のデータについてはそうじゃなくなってきているというのが最後に少し1枚だけ紹介します。でヒトコホート、まあ、日本でも結構やられてますけれども、もともとスニップ解析とか疫学研究のためにやられているものですけども、それの腸内細菌群集とか口腔内とか皮膚とかのメタゲノム解析を数百人規模でやられているような研究、今だいぶたくさん出てきています。その場合っていうのはメタデータがもう質問表とかになっていて、あなたの調子はどうですかとか、あなたの職業はいくつどうですかとか、年収はどれぐらいですかとか、生活関連のアンケートがあったり、あとは食べ物は何をよく食べてますかっていう情報だったりがアンケート情報としてついてたりします。でそれとメタゲノムデータだったり人のゲノムデータとかがついた研究っていうのが今盛んに行われています。そういう場合にもうメタデータっていうのがもう数百項目、500項目と600項目ぐらいになってきますので、どういう解析をやるかというと、大体の場合その変数のタイプがあなたは男ですか女ですかって0、1のデータだったり、順位あなたの調子はどうですか0から5までとかっていう順位データとか、あとはあなたの BMI はいくつですかっていうのは連続値みたいな変数のタイプで、変数を500とか数百個ある変数をまず分けてあげて、その上で変数をたくさんある変数を次元圧縮 PCA とかして次元圧縮して、あとは最後に変数間で相関解析とか、またはその変数間のモデル化ですね、ランダムフォレストとか XGBoost とかいろいろありますけど、そういう機械学習の方法を使って関連性解析とかをするんですけども、それ大体その結果が論文だったりしますね。でもじゃあそういう研究でメタデータっていうのはどれぐらいバイオサンプルに登録されるかっていうと、もうほぼゼロです。ほとんどサンプルの ID と、あとは本当にその論文でキーになったようなメタデータ、例えばこの前もその日本人の大腸がんのメタ大規模メタゲノムのデータっていうのが登録されまして公開されましたけれども、それも大腸がんか否かっていうような情報ぐらいしかバイオサンプルには書いてないです。でも実際のところ中でやってたデータとしては食べ物データでも数百項目がありましたし、
で生活習慣に関しても300項目くらいあったんですけど、それらのデータというのはバイオサンプルには登録されてないです。で結局それはその個人情報が何にどこまでを個人情報と見なすかっていうのが個人情報保護法案も数年ごとに変わりますし、個人情報保護委員会というのも組織ごとに違うので、何が公開していいデータなのかが分かんないというのがあって、基本的に全てもうバイオサンプルには書かないっていうようなことになっちゃっています。いわゆるの JGA とかそういうところにエクセルデータそのまま放り込むとかいうことがよくあるわけです。そうするとどういう状態になってくるかというと、もうメタデータに関しても大腸がんか否かしかないと。で、配列データはもちろんあるけれども、配列データすらも最近制限効果になりつつあって、これメタゲノムデータですけどね。ゲノムデータだったらもちろんそうなんですけども、人のメタゲノムデータっていうのも制限効果になりつつあって、ほとんどが制限効果データとなっていて、そうするとプロジェクト横断的な機械学習とかでの知識発見が難しくなってきているという状況です。でバイオサンプルすごいたくさん増えた、メタゲノムデータも増えてきてますけども、人の食事とか生活習慣の情報についてはもうバイオサンプルではほとんど書かれてないと。で書かれていたとしても相当バイアスがかかっていると考えるべきなので、バイオサンプルをなんとかすれば全てがなんとかなるかっていうとそうでもなくなってきているのがこの人のマイクロバイオムです。はい、そういう情報共有でした。以上です。